リト先輩、どうも。よう、ティゼ、何してるんだ？私は今から郵便で宿題を提出しに行くところです。宿題？もしかして学院の？はい、対策本部に協力している間も新生術の筆記課題が出ているので、ものすごい量で終わらなくて昨日は徹夜しちゃいました。そうなのか。あんまり無理しない方がいいぞ。はい、でも期日が明後日で、明日までに郵便出さなきゃ間に合わないからしょうがなかったんですよ。なるほど、いろいろ大変だな。あ、ティーゼにキリト先輩。ロニエ、ティーゼ、その封筒もしかして宿題？私もさっき出したところだよ。うん、当初の形質変換術についての論文、なかなか難しかったよね。え、当初？ネッソじゃなかった？え、ちょっと待って、学院から来たこの手紙に確か課題の内容が書いてあったから。あった、見せて。あ、ネッソって書いてある。どうしよう、すっごくうっかりしてたみたい。大丈夫、今からやり直ししたら間に合うよ。そうだぞティーゼ、明日に出せば間に合うんだろ。いえ、ダメです。え、ネッソ苦手だったっけ？私手伝うよ。違うの、ロニエ。違うって？もうないの。ないって何が？紙がないの。え？それじゃあ今持ってる用皮紙を洗って再利用すればいいじゃない。店名が一つしか残ってないの。洗ったら多分もう使えなくなっちゃう。そうだ、用皮紙は高額だから俺たちみんな洗って使ってたもんな。はい、それからお金も全然持ってません。ごめんティーゼ、私も今回使った紙が最後でもう予備がないの。俺は対策本部に入ってからというもの、ろくに紙を使って物を書くことがなくてだな。どうしよう、これって退学の危機？退学なんてそんな。ロニエ・アラベル初等練士。何のご用命でしょうか？魔獣討伐の要請があった。今回はアリス殿とお前で討伐に向かってもらう。はい、承知いたしました。アリス殿はすでに現場で待機している。直ちに向かうように。はい。ごめん、私行かなくちゃいけないみたい。ティーゼ大丈夫？大丈夫。とにかくロニエは行ってきて。わかった。ティーゼ、キリト先輩もまた後で。どうしよう。もしかしたらこの町だと用皮紙はそんなに高額じゃないかもしれないし、探しに行ってみようぜ。そうですね。確かこの近くに本屋さんがありましたし、そこで売っていると思います。用皮紙があれば俺が金を出して買って後でまた返してもらえばいいか。そんな。ああ、少しでも希望を持ったのが間違いだった。1枚30シアなんて分かってましたけど。この世界の紙って本当に高いんだよな。もう少し安い紙を量産できればいいんだろうけど。ああ、無理したら買えないこともないかな。俺一応金持ってきたし。いえ、それはあまりにも申し訳なさすぎるのでいいです。でもどうしよう。はあ。私以外に誰か
ため息を？ああ、すまないね。お客さんがいるところで。あの、何かあったんですか？いや、実は今日貴族のお客さんが来るんだよ。二等爵士であるとても偉いお人なんだが、何やらものすごく気難しい人だって噂でね。今からうまいこと相手をできるかどうか心配なんだ。そんな偉い人がどうして急に？原因はこの本だ。お、この著者って。お嬢ちゃん詳しいね。察しの通り、これは高名な神聖術師が書き残した書籍でね、四帝国中を探しても数冊しか残されてないって代物だ。だがたまたま仕入れに出かけた時にこの本を見つけてな、どうにか問屋に頼み込んで譲ってもらったんだが、それが稀な幸運であり運の尽きと言うべきか。こいつがうちにあるって噂を聞きつけて、お貴族様が急遽いらっしゃるってことになったってわけよ。この世界では活版印刷技術が開発されていない。教科書も皆写生技術でどうにか量産されている現状だ。写しの教科書ですら高級品扱いなのだから、数冊しかない本に価値が見出されるのもわかる。でも本が売れるのは喜ばしいことなのではないでしょうか？いや、ここの本屋はね、そのお貴族様の領地内にあるんだよ。それって。ああ、もし機嫌を損ねでもしたら、貴族採決権でこの店を取り潰しにされちまうかもしれない。俺は本を手に入れたはいいが、神聖術の知識は空きしなんだ。難しいことを聞かれても答えられねえ。もし誰かそんな知識がある人が手伝ってくれるなら、どんな謝礼でも出すんだがな。あの、私にお手伝いさせてください。ん？本当かい？はい、ぜひ。精一杯働きます。この子の神聖術の実力と知識は確かだぜ。修験学院でもかなりいい成績だったんだ。おお、そいつは心強いな。あの、それに私は六等爵家の娘なんです。お嬢ちゃん、まさか貴族なのかい？はい、とはいえ四等爵家の機嫌も損ねないように生きている下級貴族なので、偉い貴族との接し方には慣れています。ああ、そんな人が来てくれるなんて、ステイシア神のお導きか。それじゃあどうか力を貸してくれ、お嬢ちゃん。ありがとうございます、頑張ります。よかったな、ティーゼ。じゃあまた後で。待ってくれ、もし用事がないならお坊ちゃんにも手伝ってもらいたいことがあるんだ。なんだ？偉いお貴族様の機嫌を損ねないよう店中掃除したくてな。掃除を手伝ってくれ、頼む。この通りだ。なんか掃除に関してはどさくさに紛れて頼まれた感じがあるけど、ティーゼのことも心配だし。あ、わかった、手伝う。じゃあお嬢ちゃん、来客の前に仕事に慣れてほしいから、早速接客を手伝ってくれるかい？はい。埃、どんだけまともに掃除してなかったんだよ。いらっしゃいませ。ティーゼ、初めてだから緊張してるのか。ガチガチだな。お坊ちゃん、そっちの棚の掃除が終わったら、次はこの区画をきれいにしてくれ。なあ、手が届かない高い場所って、何かに登って掃除しなくていいのか？ああ、そのあたりはやりだしたらキリがないし、今は急ぎだ。見えるところをきれいにしておくれ。わかった。確かにその方が効率いいよな。いや、まず前提として普段からもっと掃除をするようにしとけばいいんじゃないか。突っ込んでもしょうがないよな。真面目に掃除するか。あの、すみません、ちょっといいですか？はい、いらっしゃいませ。なんでしょう。この本の続きの巻が欲しいんだけど、ある？それは。ティーゼ、頑張れ。どうしよう。確かさっき本がある場所を覚えたのに。あの、
急いでるんですけど。ごめんなさい、探してきます。確かこの棚に。ディーゼ。先輩。緊張してるみたいだけど落ち着けば大丈夫だよ。なぜか落ち着くのが難しいんです。普段はあんまり緊張しない方なのに。初めてだから仕方ないさ。あ、そうだ、俺の友達で店をやってるやつがいるんだけどさ、接客は笑顔と自信が大事だって言ってたぜ。笑顔と自信？ああ、だからティーゼも自信を持って接客すればそんなに緊張しなくなるんじゃないか。なるほど、わかりました。私やってみます。お客さんが探してる本はこれね。大変お待たせいたしました。こちらでよろしいでしょうか。ああ、それだよ。じゃあ買わせてもらおうかな。はい、ではこちらへどうぞ。よし、少し慣れてきたみたいだな。ありがとうございました。こちらこそありがとう。助言してくれたおかげで新生術の筆記試験に役立ちそうな本が買えたよ。いえいえ、試験頑張ってくださいね。ディーゼ、早速新生術の知識を生かした接客ができてる。すごいな。約束の時間だ。は、はい。これは随分と狭苦しい店だな。うーわ、しょっぱなから感じが悪いな。あ、あの、オズバルト・イーセリン様ですよね。いかにも私だが。お待ちしておりました。お探しの本はこちらにご用意しております。なかなかお前との会話は面白かった。新生術について随分と学んでいるのだな。はい、学生の身分ですが個人的に興味があり、いろいろと調べました。なるほど、勤勉なのは良いことだ。私も学生時代はそうして学んだことを思い出すよ。それでは失礼する。また珍しい書物を手に入れた時は私に手紙を出すよう店主に伝えてくれ。この狭苦しい店が繁盛するよう多少なりの手助けができるだろう。はい。疲れた。ティーゼ、お疲れ様。すごいじゃないか、あの気難しそうな貴族相手の接客を見事にこなすなんて。すごく難しいこと聞かれて何度も胃が痛くなりました。お嬢ちゃん、本当に感謝するよ。いえいえ、無事に本を売ることができてよかったです。お客さんも気難しい人ですが悪い人じゃなかったみたいですしね。すみません、ちょっと探してる本があるんですけど。はい、何をお探しでしょうか。この風素に関する本なんですけど。わかりました、それじゃあちょっと待っててくださいね。確かあれね、脚立を取ってきてっと。ディーゼ、そんな高いところに登って平気か。俺が代わりに登ろうか。大丈夫ですよ、もう場所はわかりますから。心配だな、本当に大丈夫か。あった、これね。いやだ、すっごいホコリ。ちゃんと叩いてからお渡ししなくちゃ。これでと。ダメ、ホコリが鼻に。ティーゼ、危ない、助けないと。
が痛い、そして重い。一体どうなって痛たたた。体の均衡を崩して落ちちゃうなんて、うん、でも思ったより痛くない。はあ、うっかりしてたな私。でも本は無事でよかった。かっ、ん、床が動いた。床じゃない。あ、私先輩の上に乗っかってる。や、柔らかいのは先輩の上だから。ディーゼ落ち着いて、そして降りてくれ、頼むから。はい、ごめんなさい。すみません、私のせいで先輩の天命を思いっきり削ってしまいましたね。いや俺は大丈夫、ティーゼが神聖術で回復してくれたし、ティーゼに怪我がなくてよかったよ。あとなんかごめん。いえ、私のせいなので本当にごめんなさい。でもやっぱりあんなことになったのはとっても恥ずかしかったです。自信を持つことは大事ですが、それが裏目に出ることもあるみたいですね。あ、そうだな。本当に今日は助かったよ。こんな俺でいいのかい？はい、宿題のために用皮紙が必要だったので。ありがとうございます。こちらこそありがとう。ずっとお嬢ちゃんに働いてほしいぐらいだったよ。また機会があったらどうか手伝わせてください。よく頑張ったな、ティーゼ。本当によかったです。先輩もご協力いただいてありがとうございます。俺は掃除しただけで何もしてないよ。ティーゼの下敷きになったりはしたけど。あれは大変申し訳ないのですが、できるだけ早く忘れてください。わかった、忘れる。それにしてもティーゼは本当に立派だよ。俺がお金を貸すって言ったのに、ちゃんと自分で働いて用紙を買おうとするなんて。それは先輩やユージオ先輩を見ていたからなんです。俺たちを？はい、お二人は衛兵隊から厳しい推薦枠を得て修験学院に入学されました。親が貴族だというだけで受験資格のある私たちと違って、先輩たちはご自身の力で努力されてきました。親に頼らず自分の力で何かを勝ち取ることってすごく大変です。だから私お二人をずっと尊敬しているんです。それで私も今回自分の力で問題を解決したいなと思ったんです。なるほど、そうだったのか。それからあの天使さんが心配だったので。天使が？はい、貴族採決権を行使されることをあの人は心配されていましたし、二等杓子のお客さんがもし思いやりのない人だったら店主さんに何をするかわからないと思ったんです。そうか、ティーゼはあのおじさんを守ってあげたかったんだな。ええ、上級貴族の横暴を止めるのもノーブルオブリゲーションの一つですから。そんなことを考えて行動できるなんてティーゼは立派だな。あのキリト先輩。なんだ？私ウンベール集権士殿に抗議したことは軽率だったってずっと自分を責めてきました。ユージオ先輩やキリト先輩はそのせいで罪を犯し連れて行かれてしまいましたから、私があの人たちの策略に気づかず感情のままに正しいことをしようとしたのは間違いだったのかなって。
ティーゼ、それは。でも、そんな風に考えちゃいけないって気づいたんです。勇気を出して正しいことをしようとしたこと、それを間違いだと思うことは、お二人が私たちを守ってくれた思いを踏みにじることなんだって思って。ティーゼ、それにやっぱり私は正しいことをしたいんです。理不尽に誰かが傷つけられないように。ただあの時みたいに感情的になるんじゃなく、冷静に知識を使って理不尽な相手と渡り合えるようになりたい。だから今はそんな風になれるよう、神聖術や法律、いろんなことを勉強しているんです。今回ももし貴族が怖い人だったら、そう対応するつもりでした。なるほどな。ティーゼはすごいよ。そんなことないです。もっと頑張って、いつかはユージを先輩に誇りに思ってもらえるような存在になりたいので。あ、そうだ、宿題早くやらなくちゃ間に合わない。本当だ。あ、今だいたい5時ぐらいだ。ディーゼ急げ。はい、部屋にこもって頑張ります。あの事件はティーゼたちを深く傷つけた。だがティーゼはそこから新たなことを学び、前に進もうとしている。それはひどく生々しい人間的な行動だ。この世界に生きる人工フラクトライトと俺たちリアルワールドに住む人間に違いなどない。同じように葛藤し、傷ついたとしても前に進もうとする。俺はやはり彼らを守り支えたい。同じ人間として、外の世界を知る一人の仲間として。